ただいまよりディープジュエルズ21を開催いたします。全選手入場。第1試合、魔王山口さゆり。トライアスロン歴のフィジカルがあります。対して山口さゆり、デビューはドイツの地でした。9ヶ月ぶりの復帰戦です。武井愛、こちらは黒級。武井愛は空手の実力者、ボディメイクトレーナーの顔も持ち合わせています。マドレーヌ対戦者、マドカ改めマドレーヌクビレ女王登場です。第3試合、古瀬美月。こちらはアトム級。古瀬美月は柔道を土台としています。現役女子高生ファイター。佐藤恵美対するは山口県毛利道場から佐藤恵美、現在3連勝中です。第4試合、青野ひかる。同じくアトム級、青野ひかる。レスリングの実績があります。MMA プロ4戦目。アラミ対するアラミ、こちらはデビューから4連勝中の強豪です。第5試合、河村奈々香。さあ第5試合はフライ級アイドルグループ仮面女子の一員、河村奈々香。優子プロ3戦目の河村、対するは優子、桐生優子改め今回から優子となりました。第6試合、鍋ゆかり。こちらは55キロ契約、実力者鍋ゆかり、柔道ベース国際武道大学出身です。対するはアミバ。このディープジュエルスにはナンバーシリーズ1から出場のベテランです。第7試合、ジェット泉。ではストロー級、ベテランといえば息の長いストライカー、ジェット泉。長野美香対するこちらもキャリア十分です。長野美香本格的復活。第8試合、光。さらにフライ級は光、柔道歴15年、初勝利を目指してのリングです。対するは長体を表します、道着に身を包んで空手小町。こちらもプロ初勝利。白ジョウン。さあメインイベントアトム級、韓国から右が強力、白ジョンウン。王者へのイメージしかないと気合十分です。前さあ迎え撃ちます。タイトルへ、もう足踏みはしたくない。前沢友、今度こそと出陣です。韓国の強豪を迎え撃ちます。さあ宝石たちが勢ぞろいしました。新宿フェイスです。それでは選手を代表しまして、優子選手より一言ご挨拶をさせていただきます。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があればディープジュエルス21もできる。ブレイブ事務所属、優子です。本日はご来場いただき誠にありがとうございます。今大会からアマチュア大会も開催されました。より一層女子格闘家の層も厚くなり、これからの総合格闘技の良き未来への駆け足となるように、今大会も盛り上げていきます。そして毎大会、皆様のパワーが一人一人への選手の原動力となっています。
私たちと皆様が一体となり、今日のディープジュエルスを成功させましょう。闘魂注入、いくぞ、1、2、3、バー。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは本日も最後までお楽しみください。選手退場。いや、優子選手から闘魂注入ありました。ハンネ選手、はい、確かにその通りで、アマチュアも今回から開催されるということでされたわけですね。開催自体も、はい、ね、こうしてまたピラミッドが大きくなってきそうですね。はい、やっぱりあの今回のアマチュアも選手たくさん行って、やっぱり本当に格闘技広がってきてるなって、女子の格闘技が広がってきてるなって思います。もう第1試合の前から超満員状態ですね。はい、この熱気すごいですね。これこそがディープジュエルス21。さあ、アベマ TV 完全生中継、いよいよ試合開始です。